辛使明太子。辛使明太子は、透け糖皿の卵巣、タラコを唐辛子などで漬け込んだもの。福岡で、辛使明太子を製造する福屋によると、明太子の語源は、朝鮮語で、透け糖皿を、明太、ミヨンテと呼ぶことに由来するという、朝鮮王朝時代の日記である、小生院日記の構想3年、1652年の上に、 明太欄と記載されているのが、明太の語の書室である。朝鮮王朝時代末期の学者である、李弘元が記した林下筆記によると、明太の語の由来は、明太を釣り上げた、秋川軍の太という人に由来するという。なお、朝鮮半島東南部の方言では、明太をメンテと発音する。ただし、現代朝鮮語においては、タラコのことを、民乱。 明蘭と呼ぶため、明太子という表現は日本独自のものである。なお、日本でタラの字が文章に現れるのは1670年であり、そもそもはスケトという呼び名だった。中国では普通話、標準語ではスケトダラのことを貴郷と呼ぶが、東北漢は中国東北部の方言ではスケトダラを明太魚、明太明帝 明太ゆいと呼ぶことがあり、ロシア語でも明太と呼ぶことがある。明太ことはスケトウダラの子という意味であり、本来はタラコを示す言葉として使うのが正しい。下関や博多をはじめとする西日本の一部地域では唐辛子を使わない、いわゆるタラコを示す言葉としてからし明太こと使い分けられている。今日では、 明太子をからし明太子を指す言葉として用いる人が多く、さらには明太と略されて明太スパゲティや明太ロックなど九州博多の代名詞としても用いられるともある。これはもともとたら子を示す言葉としての明太子が使われない地域にお土産や特産品としてからし明太子がもたらされ、やがてその略称としての明太子が全国的に広がったと考えられる。 カラシメンタイコの歴史は、カラシメンタイ者や関係者に伝わる諸説が、複数存在する。2008年8月に出版された今世一、中谷光雄教授、メンタイ史開発史では、歴史的資料に基づいた、カラシメンタイコの一説が術られている。日露戦争直後から、太平洋戦争中にかけて、鉄道省、後の日本国有鉄道弦、JR グループは、 下関と当時日本領であった朝鮮の富山との間に関風連絡船を運航していた。また中国との定期連絡船も存在し、透けそうなら、明太魚のからし漬け、明太卵漬けを運んでいた。朝鮮側の連絡船では富山を経由して明太の卵巣のからし漬け、民卵漬け、明卵所が下関へ輸入された。 この当時の明太卵漬けはタレと唐辛子に漬け込まれており、朝鮮の民卵漬けは唐辛子やニンニクで漬け込んだ現代のキムチに近いものであった。福屋の川原俊夫が若い頃に釜山で食べた民卵漬けの記憶をもとに漬け込み型の辛子明太子を開発した。まぶして作る辛子明太子は徐々に減っていき、調味液漬けの辛子明太子がほとんどとなった。 この漬け込みでは、乳酸発酵を伴う。漬け込みに際しては、各社工夫をして異なる方法や副材料を使用することもある。韓国の民ン,ン漬けは、日本のものとレシピや風味がほぼ同じだが、少量のニンニクが使用される点が異なる。福屋の後を追って、1960年代には、多くの同業者が設立された。1975年に、 山陽新幹線が博多駅までつながり、東京博多改善通後に設立された福祉屋が新幹線駅や東京の三越百貨店等へ販路を築き、全国的に知れ渡るようになった。近年では、料亭や老舗醤油メーカーなども明太子を扱うようになり、良質の原材料を贅沢に使用した高級品の研究も進んでいる。博多名産。 からし麺太鼓の方が全国へ波及したために、下関の石器の眩し製法よりも、博多で盛んであった漬け込み製法が主流となり、現在でも、量販向けで広く流通している。眩、ま、し製法も少数ながら生産されており、市場向けの高級品として流通し、住み分けがなされている。1980年代には、土産物の販売ルート以外にも、百貨店、 量販店で広く販売されるようになり、全国でおにぎり、パスタの具として広く利用、販売されている。2007年には、おにぎりなどの加工用、か辛子明太子の出荷量が、ついに土産用のか辛子明太子の出荷量を逆転した。2018年11月、か辛子明太子製造販売、倉田市明太本舗が、ニシンの卵数の子を辛い調味液に漬け込んだ、数 太鼓を開発。カズノコならではの食感、旨味、辛さが特徴で、おせち料理や生母向け高級食品として販売。辛子明太鼓は、日本全国に広がり、その普及の裏で、誰が、辛子明太鼓の元祖かを調べ主張する者がいる。これは、かつて各業者がそれぞれ自分だと名乗っていたから、混乱が起きたのであり、現在の辛子明太鼓の直径を作った河原の楼が、 あって、今日に至っているという説がある。このように多くのプロセスを経て、今日の唐使明太子が日本に普及したのである。唐使明太子は、その形状によって、販売価格、流通経路が大きく異なる。卵巣の形を保ったままのものは、誠、ま、と言い、比較的高値で取引される。主に贈答や接待に用いられる。皮が切れたものを、切れ子と称し、 比較的安価で家庭用として好まれる。さらに、全く形がなく粒のみのものを、バラコという。バラコは、パック詰めにして、業務用に使用されたり、チューブに入れたりして販売されている。キレコには少し切れただけのものから、ほとんどバラコに近いようなものまで多種が存在する。なお、マサコ、キレコ、バラコの品質には特に違いはない。さらに、明太子の原料は、 戦前の頃に比べはるかに細く痩せてしまったと言われるが、細い明太子に別のバラコを注入する技法も生み出さた。明太子の産地について、原料となるスケトウダラの卵は、日本近海、アメリカアラスカ、ロシアなどで採れたものが中心であり、スーパーで見かけるものの多くがアメリカ産、ロシア産となってる。1970年代から、 日本の ODA 援助により大型船を手にした韓国の財閥各社が北海道沿岸の低地網から横取りしたスケトウダラの卵を博多の各業者に輸出することで安価な枯らし明太子が流通するようにいった。近年比較的安価で売り出されている原産地中国と表記されたものを見かけるが、これは上述の卵を 中国で加工した中国加工製品であり、中国産の原料欄を日本で加工しているわけではない。なお2009年頃、不況や中国をめぐる食品問題の煽りを受け、中国に工場を構える業者の多くが撤退を開始していたが、近年再び中国加工のものが増え始めてきた。副菜としてそのまま、もしくは好みにより、軽く焼いて食卓に供する。また、 趣向やおにぎり、お茶漬けの具材としても好まれる。NTT どこも、みんなの声における、好きなご飯のお供ランキングでは、辛子明太子が一位であった。洋食に取り入れられることも多く、ほぐした、辛子明太子をマヨネーズとあえて、明太マヨネーズとしたり、バターライスに混ぜたりスパゲッティに用いることもある。また、パン屋では、明太子を、バターやマーガリン、 マヨネーズ等と合わせてペースト状にしフランスパンに塗った明太子フランスがよく売られている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。